ウィリアム・アデリンは中世イングランドの王子、ヘンリー石学王と王妃、マティルダの子で事実上の王位継承予定者であった。ウィリアムの着手なきままの死は歴史的に無政府時代として知られる王位継承危機を引き起こした。フランス語名ではギリオーム・アドラン。ウィリアムはウィンチェスターで誕生した。彼の父ヘンリー石学王はウィリアム征服王と 王妃マティルダ・オブ・フランダースの最年少の息子であった。征服王の長男ロベールはノルマンディー皇位を継承し、三男のウィリアム二世がイングランド王位を継承した。1100年、ヘンリー石学王はウィリアム二世の自己死によって王位を継承する。そして1105年にはロベール二世を廃して、自らがノルマンディー皇となった。 ウィリアムの母マティルダは、スコットランド王マルカム三世と、王妃マーガレット・オブ・スコットランドの娘であった。ヘンリーは、自らが抱える、アングロサクソン王朝継承問題を懐柔するため、この結婚を図った。マーガレットは、エドマンド二世の孫娘で、エドワード・ザンゲ王のま名めであった。このように、ヘンリー赤学王とマティルダの結婚は、イングランドの新しい、ノルマン人統治者と、 かつてのアングロサクソン王朝との和合を示すものであった。ヘンリーはウィリアムに対して恩意継承が行われることを望んだ。12世紀の歴史家ヘンリー・オブ・ハンティング団によれば、ウィリアムは災いの種になるように運命づけられているように見えた。甘やかされた王子であった。ヘンリー赤学王在中に、ウィリアムはノルマンディ行為を譲られた。称号はむしろ名目上であった。 フランス王ルイ六世がヘンリー石学王にノルマンデ行こうとして主君フランス王に真珠の意を表すよう求めてきた時にウィリアムに対して行為を助任したのである。自らの権利として王座についたヘンリーはフランス王に従うことを拒んだ。1115年にはヘンリーの代わりにウィリアムが真珠の誓いを行うようにした。この依頼が認められたのは 最終的には1120年、戦争期間後であり、1120年の半ばには、ウィリアムは、ルイ6世に真珠を誓った。これを根拠として、ウィリアムは時に、ノルマンディ以降、ギオーム3世と呼ばれる。王位継承予定者として、ウィリアムは1115年に、ノルマンディーの男爵たちから敬意と忠誠を受けた。1116年3月には、イングランドの男爵たちから同様に敬意と忠誠を、 受けているウィリアムの聖母マティルダは彼がノルマンディーにいる間はイングランドにおけるヘンリーの摂政を務めた。1118年にマティルダが死去した時、ウィリアムが彼女の代わりを務めるのに十分な年齢に達していた。ウィリアムは摂政を務めるにあたり、ロジャー・オブ・ソールズベリーのような王の行政官から密接に助言を受けていた。ウィリアムの裁判年、または生涯のその時期、 彼は、レクス・デジグナトゥスと呼ばれていた。ヘンリー赤学王はその長い知性の間、隣国の一部が競争関係にある国と同盟を結んだために、幾度かの戦闘の勃発に直面していた。長きにわたって、ノルマンディ公国の競争相手であった、アンジューの中世を格好たるものにするため、1113年2月、ウィリアムをマテルド・ダンジューとアランソンで婚約させた。 二人の結婚は1119年に理事 u で行われた。ヘンリー一世とホワイトシップ号の遭難を描いた中世の写本1120年11月25日、ウィリアムはホワイトシップの遭難で死亡した。王子とその一行はイギリス海峡を渡るためバルフルールを王家の艦船で最も早く最新のホワイトシップ号で出航した。ウィリアムと彼の老党は 日が暮れるまで飲酒していた。自分たちは高速船に乗船しており、会場での遅延が実際に影響を与えることはないと確信していたのである。その結果、真夜中に酔っ払ったソーダ手が湾内の岩に船をぶつけた。乗組員や乗客たちは岩から船を引き離すことができなかったか、船が浸水するのを防ぐことができなかった。しかし、ウィリアムと幾人かの友人たちは、 救命艇を下ろそうとしていた。最後の時、ウィリアムは、イボ妹であるペルシュハクヒマティルダ・フィッツロイを助けようと急行していた。彼らは、小さな艇に身を投じた。体勢が船に飛び込んだためか密となり、転覆して沈没し、全員を無差別に、深みへ埋葬してしまったのである。悲劇を記した、ヘンリー・オブ・ハンティング団は、ウィリアムについてこう記している。 死繍の施されたローブを身につける代わりに、波間に裸で浮いていた。崇高な王位を継承する代わりに、海の底で彼の墓が見つかった。ウィリアムの妻マティルドは、ナンパジには別の船に乗船していて助かった。夫に先立たれた彼女は、修道女となり、最後はフォントブロー修道院の修道院長となった。ウィリアムの死は、 ヘンリー赤学王の希望と方針を台無しにした。彼は急いでアデライザをオブ・ルーバンと再婚したものの、さらに着手を設けることができなかった。男子相続人として当然の選択肢であったロベール2世の維持ギオーム・クリトンはヘンリーに気に入られていなかった。ヘンリーには他にも大勢の甥いと諸子がいて、可愛がっていたのはおイエティエンヌ・ド・ブロワであり、 諸子ロバート・オブ・グロスターも特に際立っていたが、様々な理由から彼らは選択されなかった。ヘンリーは自らの相続人として、一人娘である元神聖ローマ皇后マティルダを指名した。マティルダはウィリアムの義弟であるアンジューハクジ女フロア5世と結婚した。男爵たちは彼女の権利を守るよう誓わされた。しかし、赤学王が死ぬと、 男爵たちは強制されたことを理由に誓いを破って、エティエンヌ・ドブロワを選び、無政府時代として知られる、イングランド氏の機関が促進されることとなった。ありがとうございます。